はい、こんにちは、この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今回紹介する本はこちら、企業変革力です。企業を変革したい方、読みましょう。この本にはですね、企業を変革するための8ステップが詳細に書いてあります。ステップ1、危機意識を高める。人間、変わりたいと思っても変われません。変えるためには煽りまくるしかない。まず現状のやばさを煽る。それが第一ステップです。ステップ2、変革のためのチームを作る。会社は一気には変われません。だからまず小さな、しかしやる気に満ち満ちた変革チームを作り、そのチームを核に、企業を変革していきます。次、ステップ3、変革のためのビジョンと戦略を作る。変革チームが変革のためのビジョンと戦略を作り、企業トップも全力でこれをサポートする。さあ、これで準備は整いました。次、ステップ4、ビジョンを会社全体に周知徹底する。作ったビジョンをですね、会社中に知らせて回ります。各グループごとに賛同してくれる人を作り、その人を核に会社中に、知らしめていきます。次、ステップ5ですね、従業員自ら動けるような仕組みを作る。変革の邪魔になるものを全て取り除き、従業員が自発的に変革ビジョンを達成できるよう、リスクを取ることを奨励したり、報酬を出したりするような制度を作ります。次、ステップ6ですね、まずは短期的成果を出す。すぐに結果が出ないと従業員は変革なんてきつくてやってられません。とにかく最初は短期的で目に見える結果を出して出して出しまくることを心がけます。次、ステップ7ですね、短期的成果をバネにさらに大きな変革を起こす。短期的成果が出たら、その結果を使って従業員を煽り、さらに大きな変革を起こします。会社のシステムを根本から変えるのはまさにこの時です。そして最後、ステップ8ですね、変革した結果を新たな企業文化として定着させる。変革してはい終わりでは、すぐまた元に戻ってしまいます。変革後の姿を保てるよう、システムなどをそれに合わせて作り変えて、企業文化として、定着させることが大事です。と、これがですね、企業変革の8ステップなんですが、別にこれ企業だけでなく、まあ、小さな部署であったりグループ、あと家族内とかですね、あと新しいことを始めるときなんかでも普通に使える8ステップですので、まあ、経営者だけでなく管理職や平社員の方もこの企業変革力読んで損はないかと思います。と、こんな感じでですね、毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。